天下の大悪党、ここに見参。彼は魔王に一人背いた。無謀極まる反逆の数々、そこに仕掛けられた巧妙な罠。運命を奪うためなら手段を選ばず、松永久秀の悪がここに炸裂する。反逆の章。天下の将軍たる世をなき者にせんとは、松永久秀、この大悪党めが。愚かある策で剣豪将軍たる世を撃てると思うたか。世は天下無双の剣の使い手。誰も世と戦って撃って取ることなど。天下の運命は我が輩の手の内にある。もう天を手中に収めたつもりか。信長、我が輩をさっさと殺せ。お主にも、お主が作る未来にも興味はない。我が輩の描く未来、何人たりとも触れさせん。許す。うぬの未来は信長の手中にある。後悔することになるぞ。我が輩の運命は我が輩だけのものだ。なら楽しみだ。間違いない。信長は我が輩が小少将を焚きつけたことを見抜いておる。その上で我が輩を許そうとしている。そんなことは許さん。ならば我が輩は奴を撃つ。今回の変を受け、本国寺は解体されるそうな。ならば、ハイデラになる前に利用させてもらおう。この釣り鐘の根元に切れ込みを入れて、これでよし。2回叩けば金は落ちる。我が輩は彼の下に立ち、信長に1回金を叩かせる。そこで我が輩はこう言うのだ。おお、なんと無価値な音色。信長様もぜひこちらでお聞きください。とな。信長が金の下に来たら、我が輩は金を鳴らす。これで信長は金の中、一生暗闇。ああ怖い。今宵は良い月ですな。この寺の鐘の音はこんな趣に合う音色を奏でるそうで、信長様、叩いてみてくだされ。我が輩がまず鐘の音色を試しに聞いてみましょう。なんと無価値な音色。信長様もぜひこちらで良き音色か。
ならばもう一度聞かせてやろう、ズン。あ、そんな、あ、ダメ。あ、あ、久秀、この信長をたばかりほふらんとしたか。許す。こんな話がある。誰にでも親切な心優しき男が皆から忌み嫌われる怪物と仲良くなったそうな。その男は怪物にも情が通じると思っていたが、その男は結局怪物に殺されてしまった。怪物は所詮怪物ということだ。お兄様を撃つのですか？世はそれがしを裏切り者とそしるだろう。だが兄上の方法では天下は収まらぬ。一、織田に戻ってくれ。そなたにとっては茨の道。一は長政様の妻、どこまでもお供いたします。信長様を裏切るとは、長政殿はなんと愚かなこと。ああ、長政は悲惨な最後を迎えるだろうよ。長政だけではない。信長に敵対した者は全て悲惨だ。それが圧倒的な武力を用いた恐怖による支配。でも本当に太平につながるのかな、光秀。それは天下に武を敷くという信長様のお考えが間違っていると。いやいや、天下不武自体は間違っとらんと思うよ。乱を収めるのに手っ取り早い方法だろう。だが我が輩は長政が滅ぶのが惜しゅうてならん。織田が武力で天下をまとめた後、民は何を欲する。慈悲、愛、優しさ、当然だ。永遠に苛烈では民は疲れ切ってしまうからな。長政には素質があったのにな。長政が信長の世を継げば戦なき地平は確定だったのに。どっかにおらんかな、信長と違って優しくて民大思いの将は。信長は我が輩が長政を焚きつけたことを見抜いておる。その上で我が輩を許そうとしている。そんなことは許さん。ならば我が輩は奴を撃つ。我が輩は今幸運にも信長が京へ引くための先導役を務めてあれ。この道にももうじき信長が通る。そこであらかじめ用意した穴がこれである。おお、信長がすっぽり入るいい穴ですね。そこにこの火薬をぶち込みます。
信長様、あと少しで今日です。我が輩はここで追っ手を止めますゆえ先に。久秀、先に行け。余は宇野に先導役を命じたはず。あ、ですが、その何と申しますか、もう今日は近いゆえ先導の必要もないかと。先に行け、世の命が聞けぬか。あ、そんな、あ、ダメ。久秀、この信長をたばかりほふらんとしたか。許す。ご尊父信玄公が亡くなられ、浅井長政も孤立して信長に討たれた。いいところまで行ったのだがな、実に惜しかった。だがまだまだ逆転の機はあるぞ。我が輩が信長を戦場に引きずり出す。そこを無敵の武田騎馬隊で討ち取ってしまえばよい。信長の鉄砲を恐れておいでかな。大丈夫、我が輩が信長の鉄砲を詰まらせておけば撃った途端暴発して自滅するわ。撤退か決戦か迷っておったが、久秀殿が暗躍してくだされば武田の勝利は固い。信長様、鉄砲三千丁到着いたしましたぞ。これは信長様専用のものでございます。大義、久秀、試し撃ちは済みしか。あ、撃て。あの木の枝を撃ち抜いてみせよ。いや、それは信長様専用の鉄砲を撃つなんて恐れ多い。撃て。あ、そんな、あ、ダメ。久秀、この信長をたばかりほふらんとしたか。許す。信長は金ヶ崎の危機から見事脱出。久秀の目論みは悪党はお好きかね。信長は我が輩が勝頼を焚きつけたことを見抜いておる。だがその上でまた我が輩を許した。茶番はもういい、もうあたくさんだ。奴はまだ自分の運命は自分の手にあると思い込んでおるらしい。だがそれは我が輩がそう思わせておるだけ。信長の運命はすでに我が輩のもの。我が輩は我が輩の運命を取り戻しにかかる。光秀、我が輩は信長に背くことを決めた。久秀殿、誤ってはなりません。長政殿や武田の末路をご覧になったでしょう。ご覧になったから背くのだ。信長を生かしておいては死者が増えるばかりよ。お主に物申す。お主が望むは凄惨な報復か死体の山か。
信長は将や民だけではない、この時代の運命すらも掴もうとしておる。奴は神にでもなったつもりか。神など信じぬくせに生意気だ。久秀殿、決心が揺るがぬようですね。ならば戦場にてお会いいたしましょう。残念、実に残念だ光秀。お主は世を救える優しい男だと思っておったのに。さらばだ光秀。久秀殿。敵城に単身乗り込むとはどういうつもりだ。さては我が輩と一緒に背こうというのか。やはり貴様も信長を信じられなくなったか。いいえ、信長様に対する忠義はいささかも揺らぎません。ああ我が輩の周りはそんな奴らばっかり。エドガーである。久秀殿、今降伏すれば信長様もきっと許してくださ。もういい、許されるのはもうたくさんだ。帰って信長に伝えろ。もう一度許すと言ったら我が輩は自爆してやるとな。悪党はお好きかね。毒のある奴もお好きかな。おお宗則、心の友よ。我が輩の味方はやはりお主だけよ。柳生は松永殿にはお世話になってるからね。でも信長に背くなんて思い切ったね。これまでも何度も背いてきた。その度に許すで片付けられてきたのだ。金に閉じ込める、穴に落とす、鉄砲を詰まらせる、どれもチンケで古典的ないたずらだよね。チンケっていうな。これも今一歩のところまで行ったのだ。でついには本格的な謀反と。今度こそうまくいくといいね。この戦、我が輩が勝てば悪の勝利、我が輩が負けても今度こそ信長は我が輩を許すまい。すなわちどう転んでも我が輩の勝ちだ。信長はすでに我が輩の術中よ。うぬを許そう。ただで助かるのが嫌ならば、そのつまらぬ茶釜一個代償にもらってやる。断る。この茶釜も運命も我が輩のものだ。危ない。背ききれぬ。無価値。みんな死んでいく。私は一体どうすれば。中国に羽柴、北陸に柴田、四国に丹羽、関東に滝川。
信長は本格的に天下統一に乗り出したようだね。おかげで信長周辺、京のあたりの警備はざるだ。それと毛利との話もまとまったよ。兵を挙げれば援軍をよこしてくれるはずだ。あとは丹波の明智殿だが、それに関してはお宅に考えがあるんだろう。これでお膳立ては整ったというわけだ。すべてお宅の計算通りと。信長は術中、あの言葉は嘘じゃなかったわけだ、松永殿。宗則、協力感謝する。礼としてお主に見せてやろう。悪が運命を凌駕する瞬間をな。なんだ